いっぱい楽しいことが起こるので、皆さん最後まで体力残していってくださいね。最後に最後殺し屋のララバイ。
懐かしいな俺。
ね、アメコロ復活祭、ニューボーンパーティーにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。生命の誕生ね、間近で見れてね、嬉しいですね。みんな立ち会えたということで。最高だよ。長すぎる。みんな15分なのね。ね、あ、もう終わりですか。まだね、やってない曲がね、あるよね。うちらの持ち曲でね、やってない曲がね、あの曲しかない。踊るため人間、じゃあ踊るため人間、アミのコロミで、アミ人間を封印したんだ。アミのコロミといえばね、ね、あの曲ね、ね、ありますね。ね、初めてちゃんと聞いたけど。それではミュージックスタート。さあ、いくよ。
重大発表いきます。あ、ちょっと待って、忘れちゃった。1個紙をちょっと取ってきていいですか。失礼しました。重大発表いきたいと思います。私、アミノコロミ、2023年9月の6日にバーバーンソロでリリース決定。やったー。あれロックの裏返しな、ロックの裏返しな、ロックの裏返しな。あ、そういうことか。デビューをします。あ、これこみんなシャッターチャンス。ケーキ屋はなんかしかとしいよ、それリリースってもでも CD って書いてねえからな。ブルーレイかもね。マジや、ブルーレイかもよ。イメージ DVD じゃねえか。確かに何かとは言ってない。あ、ヨヨリビングさんするとすぎるから写真集かもしれない。あ、イメージあれか、イメージか。イメージ DVD も持ってかな。そう、なのでこれから今6月でしょ。そう、いろいろね頑張って動いていくので皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、順番ミスった。いいじゃん。ここでじゃあ行っちゃっていいですか。いいよ。あ、歌ですか。はい、そんな感じでこれはまた後ほど喋ります。膝に来てんじゃん、常用リビングさん。やばい、やばい、膝に。
ございました。一回やってください。身の絡みドラムリリース決定。すごい決定です。よろしくお願いします。これからたくさん動く準備してください、はいはい、そしてねもう一人この方から、はい発表があります。2023年、なーに9月6日友よちよも同時にソロこれさ自分しかと思ってた、うん、今日自分のしか書いてなかった。いいよ、なんかみんなのこうアプリとかでこう足していただいて、ね、加工していただいてはい、2人ね同時リリースになるという方でね、コロミの日に発表できてよかったですね。はい、ありがとうございます。ハッピーハッピーですよ、ね、ハッピーハッピー。あのいいことはねいっぱいある方がいいです。そうだね、頑張りましょう。あればあれだけ頑張りましょう。もしねあの網が良ければ一緒にねなんかリリーベとかもやりたいなとかそうちょっと思ってたりしますので、頑張るぞ。おー楽しみですね。いっぱい話せた？トーク話せた。でも足りなすぎた。実質20分ぐらい、わかんない、伸びてるかわかんないけど、いやでもねちょっと反省点がたくさんある。あら、いやいいんじゃない、いいいいんじゃない、ま、これ見せてくれる。もう一回やった方がいい。もう一回やった方がいい。厳しい。これからね、はい、明日やむかもしれないですけど、明日やむやむブンブンかもしれない。いやいやいや、すぐにケロッとしてまた楽しいことをしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ハッピーハッピー。写真撮りますか。そうですね、写真撮りましょう、うん、はい、今日は6月3日ですね。はい、いろいろ楽しんでいただけたでしょうか、うん、はい、なんか一人でやるのめちゃくちゃ不安、もちろんじゃないんですけど、不安なこととかいっぱいあったんですけど、無事にみんなが楽しかったって言ってくれて本当に嬉しかったです。これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。おありがとうございました。